骨細胞は骨において90から95%を占めるとされ、最も大量に存在する細胞である。骨細胞には核が存在し、成熟した骨細胞においては、一般的に小胞体、ゴルジ装置などのオルガネラの発達は簡慢である。骨が細胞が自らの分泌した骨基質に埋め込まれていく過程で、骨細胞が形成される。すなわち、 骨細胞と骨が細胞の由来は同じである。骨細胞は細胞質を長く伸ばし、互いに樹状に結合している。細胞の樹状突起は骨細管、コナリキアリーと呼ばれるトンネル状の構造に存在し、骨細管は液体成分と骨細胞の突起で満たされている。古くから骨細管内の液流によって栄養分と老廃物が交換されると考えられている。 骨細胞が存在する場所は、ラテン語で、ラクナ、空白と呼ばれている。骨細胞は無数のラクナとコナリキアリーのつながりにより、骨内に、ラクのカナリキアラーネットワークを形成しており、様々な物質の輸送を行うばかりか、骨表面の骨芽細胞や破骨細胞とも、細胞間コミュニケーションを行っていると、考えられてきた。また、骨細胞は、様々な機械刺激に対して、 細胞間の物質の交換を活発に行っていると言われている。近年では機械的刺激応答におけるメカニズムは特に米国、北欧、オーストラリア、中国、そして日本の研究者たちにより急速に解き明かされつつある。骨細胞は骨妖怪と呼ばれる破骨細胞と比較して急速かつ一時的なメカニズムにより 骨代謝に大きく関わることが知られるが、詳細については、様々な研究者たちが解析している最中である。骨が細胞や骨細胞は、ヒドルキシアパタイトや炭酸カルシウム、リン酸カルシウムが細胞の周囲で沈殿することにより、感重式で発達する。ありがとうございます。